いや、本当に。いや、でもね、今はあんま変わってないけど、高3の時に彼女できてからは変わったんじゃない？結構。変わったな。いや、変わっただろ。何が変わった？何が変わった？なんだろう。なんかやっぱりこの世になんか男性しかいないものだと思ってたんですよ。なんか、けどやっぱなんか、やっぱ女性っているんだな、みたいな。おばさんの中で中学の記憶はもうなくなってんだ。そうだね。あれでしょ？ 1 週間、2週間付き合ったやつでしょ？マジあれゴミだからな。もうお互い。同窓会とかなかったの？あったよ。でもな、あったんでしょ？じゃあ。そう。話した？話してさ、で、最後朝方まで残ってて、で、そうだな、なんか、じゃあ俺もう帰るわってなった時に、で、私も帰るみたいな感じになっちゃって、で、なんかその後二人きりになっちゃったんだよね。で、この後どうすんのって言われたから、こいつまさか俺と、なんかとか思ったから、言って、だけどね、その後めちゃくちゃ LINE 来てね。なんかめんどくさい、ほんと。なんか今も時々来るけど、今通知オフで表示でやってますね。もうちょっとでブロックしますね。やり捨てすればいいやだよ。や。汚点にしかならん。やば。経験人数マイナス5ポイントぐらいで多分あれ。ならいいじ やだわゃん。今だって、童貞に戻んないでしょ？ギリギリ。多分童貞以下になると思う、そうすると。え？いいじゃねえよ え？だって、まずあの人でしょ？有名なあの人じゃん。で、今の彼女でしょ？で、セフレが？いや、だから一人だけだったじゃん。ちょっと待って。あの人じゃん。あの人ってあれでしょ？あの人でしょ？高校の時のでしょ？そう、高校の時のあの人でしょ？で、その時に浮気してた。や浮ば、お気してた前。人2人いるな。いや、あれね、君ね、ねえ勘な。違いしてると思うけどね、僕その時一人だけだよ。え？え、ダーハラのこと言ってる？じゃないじゃない。メンヘラもいるやん、メンヘラ。あいるね。れはやったっしょ？やった。で、他にも、なんかいなかったっけ、もう一人。だからそれが今の彼女じあ、それ？ゃん。俺、一回だけ写真見たことあるよね。そのメンヘラの子でしょ？あれ、メンヘラの方だっけ？もう二人見なかったっけ、俺。いや、じゃあその二人写ってて、こっちの方だよっていう感じだったと思う。ああ、メンヘラと友達なんだ、じゃメンヘラと友達？あ。え、同じ学校？同じ学校だよ。メンヘラは同じ学校だっけ？メンヘラ同じ学校。もう、てかもうね、メンヘラいすぎてもうよくわからん、もう。え、3人？3人だと思うよ。思うよ。だと思ってたんだ。俺の記 憶プしラてるス限りハ、で。プラス母じゃハ。ねえ。母いねえよ。え？プラス母でしょ？もう母ちゃんだ。母はだからもうみんななんかお腹にいる時点でもうそうじゃない。今カットされてるから。そうそうだだよ。よ。まさかそそううだだよよ。とからドップラ持ってきて つなげてるから。やばいだろ。お母じゃあ、さんに伝わってほしいな。よくね。え？いつの間に？いや、もうだから、もう俺の経歴はいいんだよ、その政治上は。1話に話すことじゃねえな、これ。だからシまあ、ャープ1、マサの政治上。意味わタイトル、マサの政治上。で、2回目から挨拶始まるわけでしょ。
いやー、だからまあ、え？じゃあ、YouTube でやりたいことは別として、ラジオでやりたいこととか？あ、ラジオでやりたいこと？まあ、目標2つあって。